こんにちは。スプリングサマーフォールウィンターオーディオの森です。映像の足しになるかどうかはわかりませんが、少し言葉で解説していこうと思います。よろしくお願いします。1台のスピーカーにはこのように6枚の板を使って組み立てていきます。積み木のようにまず組み立てていって、で、パタンと倒れることがあるので、それをできるだけ倒れないように気をつけながら作業してください。で、一つ一つの角をマスキングテープで留めていくんですけど、その時に今親指で気にしてますけど、スピーカーの前の面の、板と板のズレ、これができるだけないように気をつけてからマスキングテープで留めてください。もう片方の残りもつけていきます。ここもズレを気にしてますね。で、マスキングテープで留めていきます。で、今度ひっくり返すんですけど、ちょっと力を強めに入れて、まだ片側はテープ留めてないのでパタンといかないように気をつけてください。で、ひっくり返したら一回片方の板を事前に倒しておきます。ここもマスキングテープで留めていきます。やっぱり板と板のズレは気をつけてください。前を合わせると後ろがずれるというようなことはどうしても材料の使用上あるので、できるだけ前をずれないようにするように作業してください。ここも気をつけて、今左手の人差し指で確認している部分ですね。MDF は、湿度や温度で膨張をしやすいので、少しキット自体に余裕を持って作ってあります。で、裏蓋は後でまた取り外すんですけども、一度つけておいた方が作業しやすいので仮止めしておきます。で、ここからテープの数を増やしていきます。で、かなりの本数、今説明書の本数より多く止めてるんですけど、ここをできるだけ引っ張りながら止めておいた方が、そのキットがもともと持っている遊びの部分、少しガタガタした余裕の部分ですね、それを防いで直角がカチッと出るようにテープでしっかり留めておいた方が四角がしっかりしますね。これで、テープ止めは全部できました。これを2本同時に進めていきます。で、裏蓋を外します。付属の木工用ボンドの先を外して、で、ここからボンドで接着していきます。で、映像のようにちょっと多めに流し込んでいくようなイメージですね。本当は、木工用ボンドというのは面と面で接着するのが使い方なので、実際はマスキングテープをつける前に接着剤を角につけておくのが一番いいんですけど、
もともと付き板を貼ったままの、貼った状態での出荷なので、ミスもかなり起きると思いますので、まあ、今回はあくまで素人がとても組みやすいようにというところを強調して考えたキットなので、はい。このような仕様になっています。自信のある方は、角の、板と板の留めの部分にも木工用ボンドを入れて、旗金などを使って固定していく方法を試してみるといいかなと思います。で、今取り付けているのが隅木ですね。ここはもう、箱の中で、この隅木と板を面と面で接着していくので、この部分でこのキットの強度を出しています。まあ、軽く押し付ける程度で、あまり押し付けすぎると、まあ、角が開いてしまうといけないので、はい。まだこの時点では、箱はマスキングテープで止まっているだけなので、あまり力を入れすぎないように作業してください。で、吸音材を用意します。10センチにまずカットします。で、この時幅なんですけど、必要なのは14センチなんですが、ちょっと余裕を持って、キットには入れてあるので、これを14センチ測ってきっちりサイズを切っていきます。で、木工用ボンドをつけて、スピーカーの穴の近い方の面ですね。スピーカーを立てた時の、上側に当たる部分に貼り付けます。もう一枚吸音材を用意します。今度は15センチで切ってください。今度も吸音材ちょっと大きいので、これも14センチの幅になるようにカットします。そして裏蓋に、今から、塩ビパイプを接着していきます。この塩ビパイプの太さと長さで低音の量や周波数が決まります。今回はちょっと、まあ、家庭内で程よい音量で聞いた時に低音がしっかり聞こえるような音を狙って太さと長さを決定しました。木工用ボンドはいろんなところをはみ出すと思うんですけど、はみ出したら、ウェットティッシュで拭き取るとすごく使いやすいです。この時吸音材を置くんですけど、この場合映像で縦が14センチになってます。で、後でコードを通す穴の部分、ここにハサミで穴を開けます。ちょっと映像では切りすぎていると思います。もうちょっと小さくても大丈夫です。で、それから、2箇所の角ですね。パイプ側ではない方の2箇所の角。これは後で裏蓋をつけた時に、箱の先ほど接着した隅木に当たる部分なので、先にカットしておきます。で、木工用ボンドをつけます。で、接着します。まあ、すぐ裏蓋をつけてしまうと、この吸音材の重さでボンドが外れて落ちてしまうので、まあ、少し5分ほどですかね、待って作業した方がいいかなと思います。で、スピーカーの裏側、裏蓋をつける部分にボンドを流していきます。ここも、まあ、ちょっとたっぷりめでいいですね。はみ出したら、ウェットティッシュで拭き取ればいいので、
そして、上下を間違えないようにして、で、吸音材を、溝に挟まないように気をつけながら、裏蓋はつけてください。で、まあ、これも軽く押し付けます。あまり強くすると、まあ、角が、離れて、少し隙間ができたりするので。で、24時間待ちますね。で、その間に、グリルを製作します。このちょっとネットは少しテカテカしている方を下にして、で、板は、磁石が見えている方を上にします。で、両面テープを貼っていきます。この後、両面テープで仮止めした後、布のガムテープで留めていく作業なんですけど、まあ、この、両面テープがもっと強力なものであれば、両面テープだけでも付けれると思いますので、またはボンドでもこのネットを貼っていくようなことも可能ですので、まあ、腕に自信のある方はいろんな付け方でもうちょっと後ろから見てかっこよくなるようにチャレンジしてみたらいいかなと思います。ネットを貼るときは、まあ引っ張りながら、表から見たときにネットがピンと張ってる方が綺麗なので、はい、少し引っ張りながら張っていきます。あまり引っ張ると反対側の分が短くなってしまうので、ほどほどですね。まあ、このような感じで。ここから角を、布ガムテープで留めていきます。まあ、端っこの余っている布をぐっと引っ張って、その間に、余った布を挟んでいきます。鶴の足のようなイメージですかね。ガムテープでまた引っ張りながら、ここにくっつけます。この時、この部分にシワが出ないとベストです。まあ、なかなかこれ難しくて時間がかかる作業なんですけど、これを4箇所繰り返します。そして、布と板の部分、ここに細く切った布ガムテープを接着していきます。これだと両面テープが外れることはないので、まあ、ちょっと見た目が悪いので、ちょっと黒い布ガムテープを実際買ってきて使ってみました。これはなかなか綺麗に見えるかなと思います。まあ、もともと見えない部分なんですけど。それから、エンブレムを両面テープか。まあ、ちょっと不安な人は軽くボンドをつけて、もうくっつけてしまうっていう方がいいかもしれませんね。そして24時間経った箱から、マスキングテープをすべて剥がしていきます。これで、あとは、今から紙やすりで削って、ます。この時2つ折りより4つ折りって書いてるんですけど、まあ実際作業してみたら後で4つ折りするとすごく便利だなっていうことが分かりましたので、4つ折りで進めることをお勧めします。で、実際そんなに強く削るわけではなくて、表面が軽くスーッと削っていって、表面が白くなってきたなーっていう、で、肌触りがサラサラだなという感じですね。で、特に角は、削っているとすぐ削りすぎるので、気をつけて、もうほんと軽く何回か往復させて指で触って、まあ、ちょっと馴染んだかなで十分です。もう、角としてはまだ尖ってて、触ると痛いなっていう感じです。このような感じで削っていきますね。表面が白くなって肌触りが良くなったら OK ですね。
すべての面で研磨するので、なかなか大変な作業だと思います。角であるとか、その縁の部分ですね、今触っている部分、こういうところはなかなか削りすぎるのが危ないですね。であと、ここは、ちょっと段差ができているんですけど、その材料上どうしてもここを段差ができることがあります。で、キットの性質上ですね。ここは、無理して、完全にフラットに揃えると、月板の下地が出てきてしまうので、段差は残っているけども、触ると、指触りが少し柔らかくなっている。ちょうどいいくらいの感じにします。月板の厚さはもうコンマ数ミリしかないので、ここを削りすぎると、せっかくのチェリー材がもう見えなくなって、下地の MDF が出てきてしまいます。こういうふうにちょっとずつ削ってすぐ確認して、程よく段差はあるけど気持ちよく触れるかなっていうところで止めましょう。で、残りの部分、こういう細かいところも削っていきます。なかなかこういうところも大変ですね、奥の方は。きれいに削ると、オイルを塗った時に、すごく色がきれいに上がるので、頑張って作業してください。ね、裏面も全部いきます。あと、ここの、バスレフの穴の部分ですね。で、ここも、ちょっと角が取れるぐらいにやっても、ここは裏側なので、いいかなと思います。そして、オイルを塗っていきます。オイルは、スピーカーのキットに付属しているもので、で、布も付属していますので、で、それを、布につけて、で、あとはもうオイル塗装は、失敗、オイルをこぼすような失敗がなければ、もうミスはないので、他の塗装のように難しくないので、とにかくガンガン塗っていきます。この、白くなった木目が一気に色がついていく。濡れ色って言うんですけど、この濡れ色になっていくときが、スピーカーを作っているとき一番醍醐味というか気持ちいい部分ですね。オイルは今回一回塗る工程になってますけど、二回塗ったり三回塗ったり、また何週間かしてまたもう一回塗ったり、塗るたんびにまた綺麗になっていくので、どんどんメンテナンスしていったらと思います。2個をこういうふうに同時に作っていくので結構大変な作業になります。で、10分ぐらい乾燥させたら新しいオイルで拭き取ります。もうこれは本当に軽く拭き取る程度で大丈夫です。この後に2度塗りしていくっていうこともさらに木目がきれいになりますね。で、ケーブルを作成していきます。ケーブルの細い方の端子をターミナルっていうパーツなんですけど、これの赤い方に赤いケーブルを、で、黒い方に黒いケーブルを挿していきます。結構硬いですね。で、2本作ります。で、これを、箱の裏側から先ほどハサミで開けた穴、吸音材の穴が見えていると思うので、そこから前に通しておきます。
して、スピーカーキットについている付属のネジで、これをドライバーで止めていきます。まあ、一気に締めすぎると、次のネジが斜めに入っていったりするので、一旦軽めに止めておいて、さらにもう一本止めて、で、その後本締めしていきますね。これはもう本当にネジ止めするときの基本なので、このスピーカーキットに関わらず、いろんなところで、はい、このような感じで、ネジを締めると失敗が少ないです。で、あまり回しすぎないように、まあ、ギリギリのところで止めて、ターミナルを触って揺れなければ大丈夫ですね。で、傷がつかないように吸音材の余りなどを引いて、で、スピーカーユニットについているこういうウレタンのパッキンですね、あれば間に先に入れておきます。そして内部から出したケーブルを赤を赤に。で、反対側を黒いケーブルで刺します。あとはパッキンに気をつけながら、パッキンがちょうど穴の周りになるようにしながら、スッとうまくセットします。これからネジ止めするんですけど、ネジは、スピーカーのユニットに付属しているネジを使ってください。ワッシャーって言ってこういう丸いものがある場合は先に通しておいて。で、ネジを回すときにスピーカーのユニットをズボッと穴を開けてしまうことがあるので、必ずドライバーが滑らないように指をスピーカー側に必ず入れて気をつけて作業してください。まあ、最初は先ほどと一緒で緩めにして4本全部ネジを通します。そこから1本ずつ対角線上に締めていきます。対角線上に締めていくのもこういう DIY の基本ですね。端から止めていくと反対側のネジが止まらなかったりとかよくありますので、対角線上に締め上げていきます。これももう最後ちょっと回しすぎないように、ちょうど回らなくなったなっていうところで止めるといいと思います。これでユニットの取り付けが完成ですね。で、これ2個取り付けます。そして、昨日ですね、24時間前に作ったグリルをここにパタンと。これは磁石でくっつきます。これでスピーカーのキットが完成です。あとはグリルの外し方なんですけども、ゼムクリップを指で曲げて伸ばして、ちょっと鍵の形に変えていきます。で、片方を直角に、短い方ですかね、直角にしておいて、この直角の部分をのグリルの間に入れて、で、90度回して引っ掛けて、そして引っ張って取ります。これで、基本のスピーカーキットが完成です。お疲れ様でした。